どうも中島です。今回も動画のご視聴ありがとうございます。本日はですね、このグローブについて話していこうと思います。と、その前にですね、本日は7月の11日午前9時頃なんですけれども、ついにですね、チャンネル登録者数の方が2500人突破してまいりました。いつもご視聴ありがとうございます。2500人ってですね、パッと言われてあまり、なんていうんですか、ピンとこない数字というか、YouTube 自体ですね、やっぱ5万人とか10万人とか言って、ってしてる人が数多くいるので、ね、2500人って言ったらそんな大した数字じゃないのかなって思うんですけど、ちょっと調べてみました。2500人がですね、現実的に感じるために具体的な例っていうのを、例っていうか、具体的な数字っていうのをですね、ちょっと探して見つけてみましたんで、ちょっと見てきてください。その数字っていうのがこちら、収容可能人数っていうのをですね、少し調べてみたんですよ。で、2500人っていうとちょうどぴったり来るのが愛知県演芸劇場ですね。ここが2500人ちょうどですね。要はですよ、愛知県演芸劇場の席っていうのを満タンにできるレベルで人を集められたということですよね。いやー、すげえな、やべえ。だってですよ、福岡サンパレスよりも数200人勝っとるんですよ。やばくないですか？ゼップ福岡とかゼップ大阪以上って思うと、いや、なんかこう、テンション上がってきますよね。で、やっぱこの数字見てるとですね、このスーパーアリーナの2万2000人、これですね、行ってみたいですね。これ目指してちょこちょこ頑張っていこうと思いますので、これからもですね、ご視聴の方よろしくお願いします。はい、それではですね、本題の方に入っていこうと思うんですけれども、4年間の長期レビューっていうのをですね、今日は話していこうと思います。このグローブっていうのは、さっきラインナップ見たらまだ在庫っていうか、ラインナップに現役で載ってるみたいでですよ。ここがカーボンじゃなくて、布というか革でできてるやつにしたかったんですね。っていうのもですよ、ここがカーボンのやつって結構、手の形を選ぶんですね。やっぱここ硬いじゃないですか。こうはめてる時に、この内側、手の形に合わなかったりすると、こうギュッやってる時にですよ、ちょっと痛かったりとか、合わなかったりとかあるわけですね、人によっては。まあそういうのも懸念してですね、革タイプのものにしようかと思ったんですけど、ただですね、まあこのカーボンのやつにしたからといって、私は全然大丈夫でした。この手の甲のところだったりとか、拳のところですね、に痛みっていうのは全然感じずですね、快適に使えてます。この4年の間でですね、まあ何度も転倒を経験しまして、で、その間、このグローブが私の手を守ってくれたんですけど、その削れ具合というか痛み具合っていうのをですね、ちょっと見ていただければと思います。それではどうぞ。どうですか？かっこよくないですか？転倒によってですね、結構削れてる箇所、このカーボンのところなんかですね、こう山になってるのがね、平らになってしまってるんですけど、かといって、その血が出るようなですね、怪我をしたことは一切ないです。で、運がいいのかどうなのかわかんないんですけど、何度も転倒している割にはですね、こう破けてるところっていうのがないんですよね。グローブって結構短命っていうか、寿命が短いと思うんですけど、私の場合はですね、今のところ、ほつれてる箇所は、まあ多少ありますけど、破れてる箇所っていうのは全然ないと、今思ったんですけど、ここ補修してますね。見えますかね？ここの白が若干綺麗なところあると思うんですけど、ここ補修後ですね、直してもらったんですね。忘れとった。補修後なのか？あ、補修後。こっちの方が補修ありで、こっちの右手の方が補修なしですね。こういうグローブの補修もですね、程度によると思うんですけど、できる分はですね、結構頑張ってやってくれますんで、もしですね、こんな感じで傷んでる方はですね、相談されてみてはいかがでしょうか。私、そう、ちょっと思い出してみたんですけど、初めて買ったグローブって確か、あれなんですよね、ツーリング用とかっていうよりも、レーシンググローブを初めて買ったんですよ。まあ、当時、いくつですかね、18の頃に初めてバイクを買って、その時はビッグスクーター乗ってたんですけど、ビッグスクーター乗る時ですよ、そんなグローブをするっていう概念がなくてですね、今考えると本当はありえないなって思うんですけど、初めてグローブを買ったのが確か VTR の 1000F を買った時だったんじゃないかなって思うんですね。で、その時買ったきっかけっていうのが、壮行会を走りますっていう時だったんですよ。なので、まあ一番最初に買ったグローブっていうのはレーシンググローブになったわけなんですけど、その時購入したのが、タイチの本当安いモデルのものだったんですね。実際、その時はそのタイチのね、安いモデルのものでも全然もう満足してたんですけど、もう今となってはですね、やっぱいいものを知るとですよ、こう、元に戻れないというか、元さやに戻れないんですよね、やっぱ。で、私のグローブ歴としては、タイチのグローブを使って、で、その後は、5のグローブですね。5のグローブは何個もこう、買い足してって感じで使ってましたね。で、この強度のグローブになるんですけど、5のグローブでですね、初めて、なんていうんですか、この薄い革のグローブっていうのを味わって、このレバーを握った時の感触っていうのがすごくわかりやすかったんですね。で、その時は、あれやったのかな、外縫いの確かグローブだったと思うんですよね。私が使ってたのはですね、結構、パチモンだったと思うんですよね、おそらく。5のグローブって結構ね、トップグレードのやつって値段すると思うんですけど、当時ですね、ヤフオクで、それこそ、なんていうんですか、並行輸入品なのか、パチモンなのかわかんないですけど、5000円ぐらいで売ってたんですよね。それを、使ってたんですけど、一度点灯するとですね、もう大体どこかしら穴が開いてたんですね。この指先もそうですけど、こういったところですね。だから、やっぱパッチモンなんだと思うんですけどね、安全性っていうのがですね、あまり確立されてなかったのかと思うと、ちょっとやっぱ怖くなっちゃいますよね。パッチモンですからね、5の正規物っていうのは岡村くんも使ってますし、かなりクオリティの高いものとなりますんで、そこは勘違いされずにですね、パチモンのクオリティはやべえっていうのだけ覚えとってもらえればいいと思います。それではですね、この、兵道のグローブですね、せっかくありますので近くで見ていただきたいと思います。それではですね、こちらのグローブの包装さん見ていきましょう。だいぶ年季が入ってますよね。そう。さっき言ってた拳のカーボンのところですね。これ点灯によってこんな感じで、もうガリガリ削れてしまってますね。こんな形で、こう、お山になってるんですけど、こっちの小指にかけてですね、3本。ガリガリもう削れてもう平らになってしまってますね。いや、でもほんと年季入ってるなぁ。こう、兵道のグローブって比較的柔らかくてですね。で、ここの指先の方ですね。こういった感じで、革が違うんですけど、かなりこう、レバーのタッチっていうのが分かりやすい感じになってます。よく使う人差し指に関してはですね、こんな感じで追加で布がプラスされてますね。こうまじまじと自分のグローブの内側っていうのを見たことがあんまなかったんですけど、こう見るとですね、手のこっちの手の甲の方なんですかねが、なんかあれですね、かなり力がかかったような感じで消耗してますね。でもこういう力がかかりやすいところにもこういった感じでちょっと厚めの皮がついたりとかしてて、うん、やっぱよく考えられてるってことなんでしょうね。高いなりのことはありますよ、やっぱり。で、このマジックテープは、この大きいやつが1個と、うち手前の細いやつが1個ですね。で、まあ、両方こんな感じで、緩めてから、サクサクっと入れていくんですけど、比較的、そうですね、比較的、はめやすい方ではあると思います。細いマジックテープのところが若干キュッてなってて入りづらさは若干あるんですけど、そんなに言うほどでもないですね。ほんと柔らかい。こう雨の時とかもちょこちょこ使ったりするんですけど、それでもこれがパキパキになったことって一回もないんですね。たまたまかもしんないですけど、こう防水性があるとかっていうわけじゃないと思うので、たまたまかもしれないですけどね。もうグローブによってはですね、ここが繋がってるやつもあると思うんですけど、これは全部独立した形になってますね。ちょっと調べてみたんですけど、手っていうのはすんごい骨の量があるんですね。28個。だったかな。かなりこうやってやっぱりこう滑らかな動きをするためにすっごい多くの関節があるみたいで、そんな体のどうのこうのって知らないんであれなんですけど、その動きっていうのをですね、妨げることなく使うためにこういった感じでやっぱ細かくね、縫い分けされてますよね。で、一応ここの、カーボンのちょっと後ろの方ですね。このコアの部分には D3O が入ってるじゃないですかね。これ入ってないのか。こっちが入ってるのかな。これはですね、ここの部分におそらく D3O がここだな、入ってるかと思われます。はい。これはですね、でもこれはこれで結構、分厚い、なんていうんですか、クッション材みたいな、入ってていいですけどね。で、私の場合、この白白っていうのを購入したんですけど、まあ、カラーバリエーションも結構豊富に揃ってるんですね。バイクによって色ってやっぱ変わってくるじゃないですか。で、その時の好みによっても、どういう色が好きかっていうのが変わってくるので、私の場合ですね、オールマイティにこう、こなせる、こういった白黒ベースでっていう感じで、装具の方揃えてます。そうすることによってですね、バイクを乗り換えた時なんかに、こうグローブだったりとか、つなぎ、ヘルメットっていうのを買い替える必要もなくですね、そのまま使っていけるので、まあそれをかなりメリットと考えてですね、こういった感じで使い倒してます。はい。まあ4年使ってですね、本当体感してというか、自信を持って言える内容となってますけど、このグローブ、いいですね。もちろんですね、操作性に関しても不満なところっていうのはありませんし、ね、見た目もかっこいいし。全然不満はないんですけど、不満はないんですね。ただですね、あえて1個上げるとするんであれば、やっぱりですよ、それなりの値段がするわけじゃないですか。やっぱ、消費者側としては、長く使いたいですね。できればですよ。できればですね。だから、もうちょっとリペアがですね、なんていうんですか、細かにできるようになるといいのかなって思うんですよね。私のじゃないんですけど、店頭で、ここのところがですね、破れてしまって、ここが破れてしまってから D3O が見えてしまってるんですけど、ここの部分が破れたらちょっと修復っていうのはもう難しいっていう話やったんですね。全然見た目使えるじゃないですか。そう、使えるんですよね。ただ、やっぱりこう、一箇所でもこういうほつれてるところだったり、破れてるところっていうのがあったら、やっぱ使ってる人としてはですね、なかなかこう、見て見ぬふりできないポイントだと思うんですよね。でもやっぱこうね、点数が多いグローブだからこそ、こういった細かいね、補修っていうのはできないのかもしれないですけど、やっぱ値段が値段だからですね。やっぱ3万ぐらいするグローブだからですよ。そうなかなか諦められないっていうところはありますよね。ただですね、やっぱ体を守る装備品になりますので、そこのところはですね、ある程度、こう、見切りをつけてじゃないですけど、もうダメなもんはダメですから、諦めてですね、正しいものへ、こう、買い替えっていう風に考えられた方がいいと思いますので、ケチってですね、もうボロボロになってですよ、こう、ガムテープぐるぐる巻きにしたりとかして、使うのはやめましょう。はい、今回はですね、こちらの兵道のグローブの長期レビュー動画を撮ってみました。参考になれば幸いです。ここ最近ですね、まあライテク動画っていうのをちょこちょこ出してたんですが、まあこんな感じで使ってる装備品っていうのもですね、紹介できればと思いますので、今日の動画が良かったっていう方はですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではですね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイ。